ティボー4世は、ブロワ及び、シャルトル博。シャンパーンュ博としては、ティボー2世となる。ティボー多くのとも呼ばれた。父は、ブロア博エティエンヌ2世、母は、イングランド王ウィリアム1世の娘アデルド・ノルマンディ。イングランド王スティーブン、ウィンチェスター司教ヘンリーは弟、ベルマンドは白ラウル1世、ヒエレオノールは妹。ブロア博エティエンヌ2世と、 ヒアデルド・ノルマンディーの次男として生まれた。長兄であるギオームはおそらく精神障害を抱えていたため白衣を継承できなかったとみられる。1102年、父がラムラの戦いで戦死したため、ブロワ白衣を継承した。1125年に、おじでテンプル騎士団の騎士であったシャンパーニュハクユーグが戦死したため、シャンパーニュハクイも継承した。1101年から、 ティボーが騎士に助任された1107年まで母アデルは白霊の摂政として政治を掌握していた。以後二人で全体の統治に当たっていたが、1120年にアデルはマルシニー修道院に引退した。1107年、ティボーはルイ王大使に対する反乱に加わっている。1111 11年に王子は即位してフランスをルイ六世となった。 ティボーとカペー家との関係はさらに悪化し、潜在的な紛争状態となった。1113年、イングランドをおよび、ノルマンディー港であるオジヘンリー一世との同盟を結んで、彼らは共にカペー家、アンジュー家と戦った。1108年、ヘンリー一世は没収したベレームの領地や城をティボーに委託した。後に彼は、ブロ領として継承した土地に対し、 兄と領地を交換した。1116年から1119年にかけ、弟エティエンヌが彼を助けに来た。有名なのは、ブリー・コントロベールにおける、ブロアノル・マン連ン軍の指揮である。エティエンヌは1118年11月上旬、ティボーが戦いで捕らえられ、レーグル城の要塞に補修のみとなっている時にも救援に来た。同じ頃、 辺境の町であるアランソンの住民たちは、エティエンヌと彼の率いる守備隊の残虐行為に対して怒りを募らせ反乱を起こして、安住白古く後世に助けを求めた。町は安住軍に落とされ、要塞は包囲された。ティボーと弟エティエンヌは、後世の歴史家オルデリック・ビタルによれば、勝利に熱心であり、ヘンリー一世が町を解放する前に、自らの兵を連れて、 街を去った。彼らは、安住軍と街の外で剣を交え、ヘンリー一世は撤退を余儀なくされた。1135年に着手なきまま、ヘンリー一世が死ぬと、ノルマンディ公国の男爵たちはティボーに対し、自分たちの君主となってくれるよう頼んだ。1135年12月末、理獣にて、ヘンリー一世の諸子でいとこにあたるグロスター博、ロバートと協議していたところ、 彼の弟エティエンヌがイングランド王として退官したという知らせが届いた。スティーブン王はノルマンディを訪れていた1137年、ティボーが持つイングランド王位請求権への保障として年2000ポンドの年金を付与した。ティボーの影響力と能力によりラングル司教であり、ブルゴーニュにおけるいくつかの領地の司教を務めるランス大司教の家臣5人が彼に総司権を認めたため、 シャンパーニュ全土における小さなトロワ白領が拡大した。また、トロワは彼の領地の首都となり、彼はフランス王国の有力貴族の一人となった。1152年1月にティボーは亡くなり彼は自分が治めるシャンパーニュ北西部の国境地帯、ブリー地方のサンピエール修道院に埋葬されることを望んだ。そこは、シャンパーニュの大市に向かう道路上で、 フランス王領に面していた。1123年、ケルンテン公、エンゲルベルトの娘マティルドドカランチと結婚。以下の子女を設けた。また、修道士となった諸子遊具がある。ありがとうございます。